福岡県筑紫野市にある天拝山の中腹に鎮座します。天拝山は学問の神である菅原道真公が登った山で、いろいろな言い伝えも残っています。荒穂神社の歴史は古く、昔から天拝の氏神として祀られてきたのだそうです。幸せが訪れますように。